グリーン券。グリーン券とは、特別車両券ともいい、JR グループ、かつての日本国有鉄道及びそれに乗り入れる、鉄道会社のグリーン車、室、席に乗車するため必要な料金券である。1969年、昭和44年5月10日に、従来の二等級製運賃が廃され、モノクラス製運賃に移行したのに伴い設定された、ものである。 グリーン車は二等級生時代の一等車に相当するが二等級生時代の一等運賃と異なり特別車両とされるグリーン車に乗車するために必要となる運賃に付加される料金という形である。かつては青函連絡線、向こ連絡線にもグリーン券の制度があった。日本国有鉄道、国鉄時代より特急、急行列車用と普通列車。 快速列車を含むような2種類にまず分かれる。これを、旅客営業規則では、前車を特別車両券、後車を特別車両券としている。それぞれさらに指定席グリーン券と自由席グリーン券に分かれる。なお、指定席、自由席の種類によらず、料金は同額である。指定席グリーン券では、別途座席指定料金を支払わなくてよいが、グリーン車で着席せずに、 車室内やデッキに立って乗車している場合も、グリーン券が必要となる。基本的には、特別座席である、グリーン席着席サービスに対する対価であるため、利用時1個列車につき1枚が必要となる。しかし、例えば、一部の新幹線や、JR 東日本首都圏の乗り継ぎ制度があるなど、例外的な規定がある。料金に、大人。 小児の区別はなく同額であるが、下記にある通り、特別車両券は、特急、急行列車用のグリーン券である。販売に際しては、以下の通りである。特急列車のグリーン車は原則として、指定席のみである。この場合、座席指定料金相当額、以下、指定額がグリーン料金に含まれているとみなされ、特急料金は、 指定額を減じた自由席特急料金と同額の料金が適用される。こちらも参照。なお、JR 東日本の E5 系、E7 系、JR 西日本の W7 系に設定したグランクラスや JR 九州のデラックスグリーン席は2015年現在では、この中に内包されている。また、個室についても規定は、本研種のみ設定されている。 急行列車のグリーン車も指定席が基本であったが自由席のものもあった。なお、新幹線同士の一部など一部の異なる列車を乗り継ぐ場合には乗り継ぎ料金制度がある。自由席の有効期間は乗車日のみとなる。なお、前売りの場合は乗車予定日と指定した日となる。途中の駅から普通列車になる列車の場合、その逆も含む乗車全区間に対して 特急、急行列車用として発売されるが、料金は特急、急行列車として運行される区間の分だけで良い。特別車両券は、普通列車に適用されるグリーン券である。一般に設備が特急、急行列車用よりも簡素、特急列車の普通車並みなため、料金は安価に設定されている。原則として、指定席、 自由席の別による料金の違いはないが、工日の東京圏におけるグリーン券の扱いが適用される場合は違いが生じることがある。また、1枚で1本の列車にのみ有効であるが、同じく東京圏においては乗り継ぎ料金制度がある。自由席の有効期間は購入日当日限りである。 自由席グリーン車が運行されている路線では乗車券とグリーン券を合わせたグリーン定期券も発売される。従来、東海道本線及び快速電車を介して横須賀線、総武本線、外房線、内房線、成田線のみに連結されていたグリーン車が2004年、平成16年10月16日より湘南新宿ラインを介して新宿駅北の高崎線、 東北本線、宇都宮線にまで乗り入れることになった。これに伴い、従前の扱いを改変して運用されることになった。なお、グリーン車連結は2007年、平成19年3月18日からは、常磐線にも拡大。2015年3月の上野東京ラインの開通によって、東海道線から東京駅、上野駅経由での高崎線、 宇都宮線に直通でのぐー車の乗車も可能となっている。また、従来から運用されていた東海道本線、横須賀線で実施していた相互の乗り換えによる乗り継ぎ料金制度を拡大し、異なる運転系統へ進行方向が逆向きになるような形で乗り継ぐ経路を除い、料金区間内であれば乗り継ぎかとした。乗り継ぎが不可であるような例は、 乗り継ぎ料金制度普通列車を参照のこと。この取り扱いがなされるのは、東京近郊区間を主に運行される普通列車、快速列車の自由席のものに限られ、普通列車、快速列車の座席指定性のものについては適用されない。適用される線区は以下の区間である。また、スイカを利用したグリーン車、スイカシステムが導入されている。これは、 IC カード内にグリーン券情報を記録するスイカグリーン券を自動券売機で購入し、グリーン料金はスイカの S 残高から差し引かれるグリーン車の座席上部にある読み取り機にスイカをタッチすることで車内改札を省略することができるチケットレスシステムである。ただし、湘南ライナー等に充当される特急用車両及び215系のグリーン車は スイカグリーン券の車内改札省略に対応していない。これと同時に、従来の定期乗車券、青春18切符、北海道東日本パスでのグリーン車利用禁止を改め、自由席に限りその乗車券類にグリーン券を別途購入するだけで乗車できるようになった。一方、グリーン回数券、データイムグリーン料金回数券が廃止された。 2006年3月18日のダイヤ改正で導入選区が拡大された。同時に、ホーム上の自動券売機でのグリーン券発売はすべて、スイカグリーン券のみとなり、紙のグリーン券、磁気グリーン券の発売が取り留めになった。改札外の自動券売機や緑の窓口では、磁気グリーン券を引き続き発売している。なお、JR 東日本の緑の窓口がなく、 ポスでの発券を行っている駅では、ポスが平日、ホリデー料金に対応していないため、磁気グリーン券を発売できないため、料金専用補充券による発売になる。スイカと相互利用可能な他社カードでのスイカグリーン券の購入は2013年3月時点で、パスモとかキーとかで可能、マナコアイコかピタパッシュゴかニモか、早くか券では不能である。なお、 東海旅客鉄道 JR 東海の駅となる神奈美駅、三島駅、沼津駅園の発着の利用者は、スイカグリーン券は使用できず、磁気グリーン券を購入する必要がある。自由席グリーン券は、有効期間中、区間内の任意の列車に有効なため、有効なグリーン券を所持しているにもかかわらず満席で、座れないこともある。このために普通車へ移動する場合は、 あらかじめグリーン車の乗務員に申し出て、不使用証明書の交付を受け、それを駅窓口に提出すれば、グリーン料金の払い戻しを受けられる。なお、デッキや通路に立ったまま乗車し続けた場合は、グリーン車を利用したという扱いになり、払い戻しは受けられない。2019年4月現行 JR 各社のグリーン料金表を示す。消費税、税率8%はうち税。 グランクラス料金については、グランクラス料金を参照。なお、中央ライナー、オウ梅ライナーのグリーン料金は距離にかかわらず720円であった。消費税5%末期となる JR からの乗り入れ特急などにグリーン車を連結している場合、または自社で同様の車両を保有し運行している鉄道会社でも自社の制度として JR 各社に習ってグリーン券を 設定、発売してる。なお、自社独自の料金制度として、同様のものに、近畿日本鉄道、南海電気鉄道、名古屋鉄道がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。